アイドルグループ桜坂46がライブブルーレイ DVD サードイヤーアニバーサリーライブアクト ZOZO マリーンスタジアムを5月15日に発売することが決定した。今日19日に開催した桜坂46 4TAREMA ツアー2020、同ライブは昨年11月末に ZOZO マリンスタジアム開催されたグループ結成3周年ライブで、桜坂46にとって初のスタジアムライブ。会場の最高動員数を記録するなど様々な記録を打ち立てた。1期生羽生瑞穂の卒業セレモニーも収録した。第1、4年目に向かって打ち出していく演出となった第2と、ボリュームたっぷりな内容となる。